先にお伝えしておくのが、今月からローラメグループザシークの、ナンバーが、10位から15位に変更されております。人数が増えたっていうのと、アンダーソンの子たちの売り上げがね、かなり上がってきたってことで、ナンバー15番にしようっていうことで、ナンバー15から発表させていただきます。なので皆さんね、聞いたことない方とか、知らない方多いと思うので、そういう意味でも含めて、シークのキャストを紹介できるっていう意味では、すごい嬉しいことなので、ナンバー15からやっていきます。日本一有名なホストクラブ、ローランドグループの、ザシーク、9月度のね、ナンバー速報やっていきます。ということで、まずは顧客数ランキングからやっていきます。普通ホストクラブって指名本数っていう指名の本数のランキングなんですけど、うちはあの顧客数の数、単純な顧客数の数が、何人いるかでナンバーが決まります。ちょっと分かりやすく先に説明すると、同じお客様がじゃあ月に30回来たら指名本数って30になるんですね。でも顧客数ランキングっていうのは、同じお客様が30回来たとしても顧客数は1なんですよ。だから単純に顧客数の数、何回来たとかじゃなくて何人のお客様が多いかっていうランキングになってます。ローランドグループはこっちの方がまあかなり本質的というか、本数付けって言ってなんかクイックで席つかずに帰るみたいな、その子がじゃあ何回もなんか友達とか連れてきたり、何回もこうクイックでちょっと行ってちょっと帰るみたいな、でなんか本数をなんか60本つけるみたい なんかそういうのがなく、単純に何人のお客様が多いかっていう、他のグループは多分やってないと思うんですけど、かなり本質的というか何人お客様多いかっていう、そういうランキングとなっております。ということで顧客数ランキング、第3位は水木聡太主任でした。パチ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 。あとでナンバーの時にねなんか紹介するので、ここはあのぬるっとやらせていただきます。そして第2位は今月、バースデーの九条亜紀主任でした。パチ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 。そして顧客数ランキング第1位はこちら、14ヶ月連続、顧客数ランキング、ローランドグループ全体で14ヶ月連続ナンバーワンの佐藤セルティア、支配人でした。皆さん拍手パチ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 。いつもお店に来てくださってる方ありがとうございます。パチ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 、14ヶ月連続ナンバーワンです。パチ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 。ということで、続きまして、日本一有名なホストクラブ、ローランドグループのザシック、9月度売上のナンバー15位からです。15位は、ジュリエットさんでした。拍手、パチパチパチ。俺はジュリーって呼んでんだけど、ジュリエット、初めて名前聞く方多分多いと思うんですけど、黒崎ロミオさん、シックに、まあずっと長年ローランドグループにいらっしゃる黒崎ロミオさんの実の弟です。あんまり顔は似てないけど、雰囲気とかはちょっと似てます。あとジュリのいいなと思うところは、これめちゃくちゃいい意味で、見た目が平成初期の仮面ライダー。あと、歌がめちゃくちゃうまい。ローランドグループ結構トップレベルじゃないかな。1位2位争うレベルで歌がめちゃくちゃうまいです。そして第14位は、神谷キッドさんでした。パチ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 。キットもね、初めて聞く方多いと思うんですけど、元消防士で、ガタイがね、めちゃくちゃいい。ザ男って感じ。男気溢れる。中性的な感じとか一切ない。なんかこう、男っぽい人が好きっていう人とかいるじゃん、結構。俺はどっちかっていうと中性的な方だって言われることが多いんですけど、ザ男って感じ。の、キット。めちゃくちゃ顔もイケメン。うん、イケメンです。そして、第13位は、黒崎ラオウ幹部補佐でした。パチ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 。ラオウさんもね、元自衛隊なのでガタイが良くて、あと顔がね、本当に毎回会うたびに俺言うんだけど、本人にあのね、本当に彫刻みたいにめっちゃ綺麗です。本当に綺麗。あのラウールさんをもうちょっと濃くした感じかな。めちゃくちゃかっこいいラオウさんでした。そして、第12位は田中かなたさんでした。パチ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 。田中はね、先月初ナンバーに入ってね、セルティアチームの一回やめかけたけど、俺が焼肉連れてってあげたら、次の月からセルティアさんチームになってやり直したいですって言って帰ってきてくれた田中です。パチパチパチ。田中は先月ね、初めてナンバー入って、まあ売り上げもそんな変わってないんだけどね、別に周りのレベルがちょっと上がったから、まあ相対的に落ちたかなっていう感じの田中ですね。あと田中はね、初めてナンバー入ってからかなり顔つきとか雰囲気とかがめっちゃ変わりましたね。すごいいいことだなって思うので、これから嫌なこととかね、苦しいこと多いと思うんですけど、めげずに頑張ってほしいなって思います。パチ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 。ということで、そして第11位はソラくんでした。パチ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 。ソラはね、可愛いね。しかもかっこいい。で、青学に通いながらホストやってるっていう、あのすごい高学歴ホストだよね。てか大学行きながらホストって本当にすごいなと思う。ソラ可愛い。うん、なんか母性をくすぐる感じ。あと頭がいいから、低姿勢なのに言葉遣いとか所作も綺麗で、あとテーブルマナーもやっぱすごく綺麗。頭がいいなっていう、地頭かな、勉強もできてっていうのをすごい感じる。知性みたいなものかな。俺そういう人すごい好きなんで、
黒崎店長に、あの趣味病って空俺のチームに入れてもいいですかって言ったらダメですって言われました。そんな空くんが、第11位でした。パチ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 。そして第10位、ここからナンバー10ですね。ナンバー10はせつなさんでした。パチ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 。俺はせっちゃんって呼んでんだけど、せつなは初めてナンバー10入り入ってます。パチパチ。せっちゃんは毎月オールコールしてて、桜木由美と総支配人の、リアルな友達、同級生かな確かで、毎月毎月オールコールっていう、うちは150万円以上オールコールって言うんですけど、せっちゃんはね毎月オールコールしてて、でもナンバー10には入ってないみたいな感じだったんだけど、もう今月はまあかまして、うちでナンバー10入るってめちゃくちゃすごいことだから、ナンバー10入ってますね。せっちゃんはもともとミュージシャンで歌めちゃくちゃうまい。ラストンで歌歌ってるの聞いたことあるんだけど、本当にうまい。なんかね、高音域がすごい綺麗に出るような歌声で、めちゃくちゃあのかっこいいのと、もうって迫力あるなっていう歌うまですね。イミボーフレンドのせっちゃんでした。そして第9位は一ノ瀬あや副主任でした。パチ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 。一ノ瀬は官房補佐だったんだけど、今月で副主任に昇格しました。昇格おめでとう。パチパチパチ。一ノ瀬はかっこよくて喋れて、まあ、気も使えてて、あとスタイルもめちゃくちゃいいから、身長高くてめっちゃスラッとしてて、最近ね俺と店長にもうスラッとしてる服絶対着た方がいいってずっと言われ続けて、最近白シャツにインして細身のパンツ履いてるんだけど、めちゃくちゃもう歩いてるだけでオーラあるなっていう感じで、あの最近服装がねシュッてした服装を着るようになってからかなりいい感じですね。っていうことを本人に伝えると、めちゃくちゃ照れくさそうに喜んでます。元ホテルマンのねローランドショーに出てた一ノ瀬くんでした。そして第8位は七瀬ゆきや準支配人でした。パチ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 。ゆきやさんは先月ナンバー外れてて、今月ナンバー8入りですね。ゆきやさんはねもともと7年ぐらい、うちだったら最長じゃないかな、一番ホスト歴が長くて、あと話しててブレない芯がすごいあるなっていう、すごい男気がある人で、そういうところがずっと変わってなくていいなって思います。あと格闘技ね真剣にやられてて、早くねこうブレイキングダウンに出たら見たいなっていう感じですね。あと個人的にユキヤさんはホスト歴が長いのもあって、やっぱ準支配人なんでヘルプをついてくれる、なんか例えば自分の俺のお客様ですごい高額なシャンパンオールコールとかしたお客様がいたら、まあ絶対ついてくれるなっていう、上から目線みたいになっちゃうんだけど、やっぱホスト歴長くてやっぱしっかりされてるから、自分が忙しくてもちゃんとね、そういう優先順位、ヘルプの周り優先順位をしっかりと自分の中で決めてて、高額を使ったお客様をみんなで盛り上げようっていう、なんかそういうところが俺は見ててすごいいいなっていう、さすがやっぱ準支配人だなっていうところは感じます。で第7位はトドロキメルト主任でした。パチ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 。これ毎月言ってるけど、メルはもっと売れていいなって思います。そして第6位はこちら初ナンバー入りで第6位、カイくんでした。パチ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 。カイおめでとう。カイ今月すごくて、オールコール150万以上のコールしたりとか、本当にこう行くんじゃないかと思ったら一気に第6位、初ナンバー入りで第6位はやっぱすごいよね。でもね、カイがずっと言われてること言っていい？カイがずっと言われてることは、もっと売れなきゃおかしいっていう、さっきのメルみたいなことをずっと言われてて、っていうのも、まあ、カイってもともと名古屋でめちゃくちゃ売れっ子だったんだよね。1000万プレイヤーだったんじゃないかな確か。名古屋でめちゃくちゃ売れっ子だったのに、なぜかあの東京に来て、あのあまりこう花が咲かずというか。でカイはまずかっこいいで、スタイルいい、喋れる、酒飲める、空気も読めるし、ユーモアもあって、なんか悪いところが一個もないのになぜか売れないみたいな、なんかずっとそういう状況がねずっと続いてて、なんでだろうっていう感じで一気にナンバー入ってくれましたね。こっからどん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 いい方向に行けば、ナンバーも維持できていくんじゃないかなって思います。個人的にはあのちょっとセルティアチームに入れてちょっとね面倒見たいなと思うんですけど、もともとカイは俺のチームにいたんだけど、なんかチームって固定しすぎるとこう思考が偏ってたから、いろんなチームに入ろうねみたいな方針がうちにはあって、そう、もともと結構ねカイは長くいたんですけど、あの今はねいろんなチームもあって、いろんな人が教えてもらうっていう感じです。でも本当は付きっきりであのそばに置いておきたい、そんなカイくんでした。パチ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 。そして、第5位は的場亮介副主任でした。パチ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 。え、的場、これ毎回ごめんね、俺的場マジで毎回同じこと言ってるんだけど、バーンみたいな一撃300万400万1000万とかそういうのはないんだけど、本当になぜか分かんないんだけど、いつもこの辺りにいるさらっと本当に毎回もう同じ感想、なんでか分かんないんだけど、あ、いるなっていう、ホストホストしてないというか、ホストホストしてるもよくわかんないんだけど、なんかそういう自然体な感じ、そうで、いつもこの辺りにいる、まあ、お客様もねそういう人が多いんじゃないでしょうか。好きなところ、的場は見た目もそんなにホストっぽくないから、的場が好きな人は的場が好きだなっていう
そんな感じがしますね。そして、第4位は水木颯太主任でした。パチ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 。颯太ももう気づいたらナンバートップ5はもう外れない感じはするよね。やっぱすごいね。てか颯太はもうもっと早くシックに来とけばよかったなっていう感じがする。初めからシックにいたらもっと上にいたんじゃないかなっていう俺の中のイメージ。でもどんどん良くなってる感じはするね。颯太もまあ顔かっこよくて仕事もできて結構強気な感じがすごいいいなって思う。ソータは俺と違ってなんか俺にないものを持ってたり勢いだったりとかそういうのがすごいいいなって思います。ということで、第3位は桜木由美と総支配人でした。パチ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 。由美ちゃんも確かにトップ3トップ2もうこの辺りにはずっといるなっていう感じなんですけど、やっぱりね俺は由美ちゃんの好きなところは今月自分男性のお客様が本当にもう7組ぐらい週1週2ぐらいでは絶対男性のお客様が新しいね初回指名の男性のお客様が来るみたいなことが多いんですけど、新人の子とかってやっぱ男性のお客様とかって何話していいか分かんないしつきづらいって方多分多いと思うんですよね。そういう中でやっぱりこう俺が男性のお客様とか呼んだ時に率先してついてくれる、やっぱりこうなんか居心地のいいようにリラックス目的だったりとか緊張ほぐすとか居やすい雰囲気を最初の方に大体ついてくれるんだよね。やっぱりそれってお店を任されてる身として総支配人として最高役職なんで、やっぱそういうところでこうなんか忙しくても絶対ついてくれるのね。ユミちゃんも忙しいのにお客様も多いし、同性ってやっぱりどうしても外す話しづらいんだけどやっぱりこう慣れてる部分もあったりとか、ユミちゃんもホスト歴長いしいつも言ってるんだけど俺がユミちゃんで一番好きなところは自分をこう犠牲にしても周りを生かすお店を生かすっていうそういう立ち回りが本当に素敵だなって思います。シックで間違いなく代表になると器のあるのはやっぱり俺はユミちゃんだけだなってずっと思ってます。大好きです、大好きです。個人的な感情ということで、こっからワンツーいきます。こちら日本一有名なホストクラブローランドグループの、9月度、ザシック、ナンバー2は九条亜紀主任でした。パチ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 。俺がずっと YouTube ライブでいや今月の秋はやばいってずっと言ってたんですけど、でそれがなんでかっていうのがやっと言えるのが、秋は今月で辞めるんだよね。そう、これはあんまりね表だって秋が公表してないからずっと言えなかったんですけど、そう秋はもう今月辞めちゃう、引退の月で最後のバースデーだったんで、もうねお客様のね勢いがやばすぎて、秋はもう月初が誕生日なんだけども何回もタワーもしてて、もうタワーの額もすごいし、全員のお客様がもう秋くんを絶対最後に一番にさせるんだっていう熱意がもう毎日シャンパン入ってるし、俺がラストン取れなかったのこんな多い月今月が初めてなんじゃないかな。本当にもう今月は俺と秋がどっちがラストン取るかみたいなそういう日がずっと続いてて、もうはっきり言って締め日付近までずっと大差で負けてました。秋は移籍じゃなくてなんかやりたいこととか夢があってそれで引退します。あんまり詳しくは言えないんですけど、やっぱりもう最後お客様もめっちゃ多かったし、一応自分が指名本数も顧客数もナンバーワンだったんですけど、秋はもう指名本数も100本超えてたんじゃないかな。指名してくれた数もう100も超えてたと思うし、本当に俺がさ毎日7択8択9択10択とかだったんですけど、秋も本当に最後の方なんてもう6択7択8択とかもう毎日あって、俺と秋のお客様でもパンパンみたいなだからもう入れないみたいな満択で、今月ね初回とか入りたかった方多いと思うんですけどもう入れませんみたいな、初回今日はちょっとみたいな感じで入り口でお客様が帰っていくのをすごい見かけたようなそんな月でした。いや秋、4年間か秋のホスト人生4年間が今月でちょっと終わっちゃったんですけど、ねこれねはっきり言うと俺ってあんまり夜の世界って入れ替わりが激しい仕事だからさ、キャストに対して特別な感情は持たないようにしてるんだよね。辞めちゃったらやっぱりどうしてもショックだし悲しい気持ちになっちゃうから、正直誰が辞めたとしても自分の目標とか信念はぶれないようにっていう心構えはしてるつもりなんですけど、やっぱ秋はねやっぱ俺が入った時からやっぱずっと仲良くしてくれてたし、秋の最後のマイクとかお客様が泣いてるのとか見るとやっぱり寂しいなって思う一日だったね。あと個人的に秋ってさよく一緒にゲームしてたんだよね。 YouTube ライブを始める前の話なんだけど、よくスマブラとかマリオカートとか一緒にやってて、秋がスマブラ下手だったから俺がよく教えてたんだよ。そしたらどんどん上手くなってってなんか一緒に成長してってそれこれもっとこうした方がいいよとか教え合ってたから、俺はさ人生で一回も友達ができたことないんだけど、不幸自慢とかじゃなくて、あ友達っていたらこんな感じなのかなって思うような瞬間が多かった秋は。だからちょっとねなんかこう悲しかったかな、寂しい
最後も一緒に写真撮ってまた会おうねってハグして、秋のハグ強かったな俺が人生で今までしたハグの中で一番強かったかも。お互いハグしてまたねって、さようならじゃなくてまたねって言い合って今日バイバイしました。俺たちはもし会えなくなったとしてもずっとスイッチはフレンドだからねってバイバイしましたね。従業員は友達っていうか仲間かな、あの部活とかやってた感じと同じ、友達っていうよりは同じ目標を見て切磋琢磨し合う仲間、友達って感覚ではあんまりないんだよね。で、まあもちろん締め日も秋が、ラストコール。ザシックは締め日は、全員がシャンパンコールできるわけじゃなくて、金額の高い順トップ3がオールコールするんですけど、シャンパンコールの順番が俺、秋で、本当に最後の秋の締め日のシャンパンコールで、本当にまくられてもおかしくないなっていうぐらいだったんで、本当に緊張感のある1ヶ月でした。ということで、日本一有名のホストクラブ、ローランドグループの、ザシック9月度ナンバーワンは、佐藤セルティア支配人、今月で1年連続、ナンバーワン、12ヶ月連続ナンバーワンでした。パチパチパチ。売り上げは5500万オーバーで、年間売り上げがですね、9月時点で3億8000万オーバーです。パチ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 。皆さん本当にありがとうございました。今の時点で3億8000万なんですけど、歴代の年間売り上げで多分調べても4位ぐらいじゃないかな。今の時点でトップ4ぐらいに歴代の記録、この歴史上、ホストクラブができた歴史上の中で、それぐらいの記録まで来ました。日本一を取る期間があと3ヶ月しかないんですけど、やりきるしかないんで、自分のできることを、実際のお店に来てくださってるお客様とか、こうやって YouTube を通して投げ銭をして応援してくださってる方の、本当に感謝の気持ちだけはずっと忘れずに、あと3ヶ月、ちょっとね、走り切りたいなって思います。9月ね、本当に少しでも、投げ銭してくださった方、応援してくださった方、そしてお店にね、来てくださった方、本当にありがとうございました。俺にではなく、自分自身に皆さん、拍手たくさんお願いします。パチ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 。で、みんなが先月投げ銭してくれた2700万、手数料込みで2400万の入れさせていただいたボトルがここにあるので、ちょっと今から持ってこようと思います。結構重くて、これのね、すごいところは、まず見てほしくて、めっちゃかっこよくね、これ。めっちゃかっこいい。なんか俺こういうの大好き。こういう絵柄。そう、めっちゃ珍しいんだって、これ。世界に 何百個ぐらいしかない。黒崎店長が死に物狂いで見つけてきてくれた珍しいルイ13世です。みんなこれ見たことないって、これ下ろしてる人見たことないって言ってくれてたんで、本当に珍しいんだなって思いました。ちょっとめちゃくちゃ重い、一回置いていい？めちゃくちゃ重いわ。みんな見て、これ開けるのがおしゃれで、みんな見て、これスライドさせます。でスライドできる、でこれ押す、そしたら開くんだよね。観音開きです。はっ、おお、かっけえ。これ奥にもほらデザイン、ほら見てみんな、あごめん指紋ごめん、ほら奥にもなんかこれなんかエッフェル塔とか、エッフェル塔か何か分かんないけど、ほらパリの街並みがあってさ、パリかどうか分かんないけど、そうめっちゃかっこいいの、これみんな見て、めっちゃかっこいいです。これ浮かび上がってる、めっちゃ珍しいです。これかっこいいよね。あー重たい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 、笑ってます。これ鏡だよ。横はこんな感じで。でした。本当にありがとうみんな、改めて。投げ銭してくださってる方、まあもちろんお店に来てくださってる方ももちろんなんですけど、がいないとね、こんなに1年連続ナンバーワンを取ることもできないし、すごい記録を作ることもできなかったので、本当にね、応援してくださった方、本当に改めてありがとうございました。このみんなが投げ銭してくださって入れた珍しいルイ13世のボトル、その日ローランドショーだったんで、ローランドショーにもかなり映ると思うんですけど、個人的に3箇所ぐらいから動画を撮ったんで、シャンパンコール風景と自分が映ってる風景と、なんか普通に撮影してる孫さんが映ってる風景とかの動画を撮ったんで、周りのお客様とかをモザイク処理をしたシャンパンコールの動画をメンバーシップ限定で投稿する予定です。12分ぐらいあるかな。オールコールってめっちゃ長くて12分ぐらいあるコールなんですけど、メンバーシップ限定で投稿させていただきます。ちょっとモザイク処理だったりとか動画のいろんな編集でちょっとだけ時間がかかるかもしれないんですけど、必ず投稿するので、メンバーシップの方はぜひね、待っていただけると嬉しいです。本当にありがとうございます。メンバーシップは概要欄詳細からメンバーシップってところで入れます。